教えてくんご先生というわけで、さだなるくんごでございます。あのツイッター経由で質問のありました、ファンクドラムを使、やるのに何どんな教則本がいいのっていう話だったので、僕がいつも教室で使ってるのはスティックコントロール、そして、タイムファンクショニングパターンズ、ゲイリー・チャーフィーの本、それとあとはマーチングのオールアメリカンドラマなんですけれども、まあ、これはちょっとファンクとは、まあ、直接的には関係ないので置いといて、この2冊スティックコントロールと、タイムファンクショニングパターンズ、これを使うといいと思います。なんですが、なんですがこれもポイ、アクセント、音の強弱を普段やってるビートの中で、気をつけると、ファンクらしい、メリハリのあるような、そして1拍目をワンを気にすることによって、前に転がるようなファンクフィールになっていくと思います。例、普通よくあるみんな、1回は通ってるロックフィール、いわゆる8ビートはこんな感じ。これを、アクセントを右手8分音符の頭拍に入れるのか裏拍に入れるのか、これによってフィールが変わってきます。とにかく強弱を大事にしましょう。右手、今までの普通にやると8ビートはこんな感じ、6ビートはこんな感じ、よく見るのね。これを、これが頭拍、これで同じような8ビート、で次裏拍、今までの8ビートはこんな感じね。これだけで随分ニュアンスが変わると思います。そして次は左手、ゴーストノートを入れます。頭拍もう一回やります。これにゴーストが入ると、ちょっと細かい音符、ゴーストの音、お化けの音がちっちゃく入ることによってより前に進んでいくような感覚になります。裏拍も同じ、これをやることによって、メリハリの効いた感じに変わってくると思います。あとはこれの羽根が、羽根というのはちょっとトリプレット跳ねる感じ、今までの8ビートで跳ねると、これ跳ねてない、跳ねてないのが、これがね、これを頭拍にアクセント入れます。裏拍にアクセント、こういう風な変化があります。アクセント、大きな音、ちっちゃな音、そして大きな音、ちっちゃな音、これを絶えず気にするようになるとよりファンキーになっていくと思います。質問メッセージ何かありましたら、しべドラムスクールのホームページ経由、もしくはツイッターで連絡をください。時間があるときに、こうやって実演してみたいと思います。はい、さよなら。